きた。どうだ、中山谷、レフトに上がって赤く染まったスタンドに入りました。中井大輔の今シーズン第2号ホームラン。今シーズン初の開幕一番スタメン、大きな期待を受けて据えられた中井大輔が今シーズン初のカープの首位攻防戦、大きな仕事、中井のツーランホームランでジャイアンツが3対0リードを広げます。この本拠地東京ドームでも実に4年ぶりのホームランになりました、中井です。いや、吉村さん、まさにその外に逃げていくボールが少し甘く入りましたか。そうですね、この高さに来るとあまり